はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験、令和元年問27番施工型枠について解説していきたいと思います。型枠施工に関する技術として最も不適当なものはどれか。1、えー、市中に使用する鉱材の許容曲げ応力、応力、応力の値は、その鉱、えー、材の幸福強さの値、または引っ張り強さの値の4分の3の値のうち、いずれの小さい値とする。えー、この問題は間違っています。まずですね、この支柱に用いる鉱材の えー、曲げ応力度の値。例えば、まあ、パイプサポートですね。パイプサポートがこうあって、これが、曲げに対する反発の強さ。このグイッと。グイーと曲,がられ曲げる、えー、反発に対する強さの値をどう決めるのかというものになるんですけども、まずはこの、幸福の強さ。こう、なんて言いですかね。こう、グイッと曲げられたときに、ちゃんと反発する強さ。あとは、こう、グイッと引っ張ったときですね。こうガッと。引っ張った時の、引っ張りに対する強さ。まあ、どちらかで、えー、決めてくださいねという流れになります。 まずはこの幸福の強さの値、そして引っ張り強さはこちらに関しては4分の3の値です。こちらのどっちかの数字が小さい方の3分の2の値が正解となります。ちょっとややこしいですね。なので結果から言うと、この小さい方の値とするのではなくて、小さい方の3分の2の値をというのが正解になります。ちょっとわかりづらいので例で例えると幸福、えー、幸福強さの値が400、そして引っ張り強さの値が600と仮定するとこちらに関しては600の まあ4分の3なので450になります。で、450と400。この400の方が小さいので、この小さい値とします。この小さい値の3分の2の値。ということは、4×3 分の2で267というのが今回、この小さい値になるので、まあ、例としては、この幸福強さの267という形になります。まあ、また、話を戻すと、この小さい数字の4分の3というのが正解になりますので、このえ3番、I1 番に関しては間違っています。そして2番、スラブカタワクのえ証拠に、 軽量型四方針を使用する場合、四方,、えー、四方,四方針の、えー、中間部に支柱で、えー、指示をしてはならない。えー、この問題は正解です。まあ、この軽量型の、えー、四,方四方針という、まあ、ペコビームと言われるものですね。ちょっと写真を見ていただきたいんですけども。これが、えー、四方針ですね。ペコビームと言われるものです。 なので、まあ、これが、まあ、頭に入っていれば、それはそれでいいんですけども、まあ、このようなものですね。これがペコビームと言われるものです。で、この、えー、ペコビームなんですけども、このようなトラスのような形になっております。で、この間に中間サポートを設けるか設けないかという話なんですけども、まあ、ここに、えー、支柱を設置してはならないということです。まあ、力が、これこはもう見てわかる通り弱いので、まあ、ここには、えー、パイプサポートなどの、まあ、支柱を設けてはいけませんよという流れになります。なので、この2番に関しては正解です。 そして3番、支柱に交換枠を使用する場合、水平つなぎを設ける位置は、最上層及び5層以内ごと,のごとにするえ。この問題は正解です、まあ。鉄管枠を支柱として使用する場合、まあ、枠組み指標のことですね。このようなえ枠組みの、まあ、足場みたいな枠を組んでいくんですけども、その,そのような感じで、まあ、あのスラブを一番上に立てるという流れになります。まあ、これは iPad 参照ということなので、こちらをご覧いただきたいと思うんですけども、 これですねこれが、えー、枠組みの四方向になります。で、この問題なんですけども、この枠が1、2、3、4、5とあります。で、この5層以内に、えー、水平のこの黄色色、これを設けてくださいねということ。あとは最上段にもここの水平を2方向に設けてくださいねと言っております。なので、まあこ、この交換枠が、まあ、5層以内にあるときは、まあ、5層以内ごとに水平,を水平のこの柱を2方、水平つなぎを、まあ、設けますと。 いう流れになりますなので今回の問題に関してはこの今の iPad のことを言っておりますので3番に関しては正解となりますそして4番シチ,ューの、えー、シチューに交換枠を使用する型枠四方向の構造計算を行う場合作業荷重を含む延長荷重の100分の2.5に相当する水平荷重が作用するものとする、えー、この問題は正解ですちょっとこれは何を言ってるのかわからないので少しずつ、えー、説明していきたいと思うんですけどもまずですねこれは えー、コンクリートを流し込むときなんですけど、これ、挫折のときですね。ちょっと絵が下手くそで大変申し訳ないんですけども、これ、挫折をしていますと。で、これ、はバイブレーターを持ってますと。このように、挫、え、折、ー、作業をしていると、たくさんいろいろな場所にいろいろな荷重がかかってきます。で、結果から言うと、この水平荷重ですね。水平荷重がどれだけかかっているのかという問題になっております。で、えー、この中にはですね、えーまあ小えーまあ、コンクリートの荷重ですね。コンクリートをダダダダダダって流していく荷重。そして、あとは型枠の荷重。そもそもの型枠ですね。 の荷重、あとは、人の、えー、人や物の作業荷重ですね。こういうコンクリートを積んだこの、えーまあ、ポンプであったり、あとはバイブレーターであったり、あとは人の、このような人や物の作業荷重、そしてそれに加わってくる、ドーンと加わってくるような衝撃荷重などがあります。この全部の荷重に対して、この水平荷重はどれだけかかってくるかという問題になります。でですね、結果から言うと先に言うと、えー、この枠組み式方向に関しては水平荷重の2.5%。 を構造計算として用いるのでで正解です、まあ、それ以外のパイプサボードであったり、えー、組み立て式の、えー、針、えー鋼か、鋼柱に関しては、まあ、5%になってくるという流れになります。でですね、この水平方向の荷重のことを言っているんですけども、まずそもそものこの人や物の作業荷重、衝撃荷重、そしてコンクリート荷重や型枠荷重というのは、これを全部足してこの円直荷重と呼われるものになります。この作業荷重を含む円直荷重ですね、この荷重がかかりますと。 この荷重 W を求めるのに、この4つのパターンがあります。そして次に、この問われている水平荷重。これを求めるのには、この荷重 w とかける支柱の間隔。このパイプサポートの間隔ですね。この間隔。そして打ち込みスラブの長さ。これが20メートルだったら20をかけるという流れになります。そして最後に、この2.5%、もしくは5%をかけてくださいねと言っているのが、この水平荷重の式になります。今回の問題に関しては、この水平荷重の ま、指を求める際に、最後これ2.5%なのか5%なのかどちらかという問題です。で、今回枠組み指揮方向の計算構造計算を行うのには、この当てはめられた2.5%が当てはまるので、この4番に関しては正解となります。ちょっとこの4番に関してはわかりづらいんですけども、まあ、このようなコンクリート荷重、片枠荷重、作業荷重、衝撃荷重が加わってきて、そして最後にこの掛け算、2.5%をかけるという流れ、流れが分かっていれば、まあ、この問題はちょっとややこしいんですけども、 わ、まあ、かりづらい問題になりますので覚えていただければと思います。え以上のことから今回は1番が、えー、間違っているので1番が答えとなります。